さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきたいと思います。ボロ負けしたんで、ちょっとね、ドッスーとカビゴン、電流ね、もううちのエースを投入してきたんで、もう混じりっけなしというか、真っ向勝負でやっていきたいと思います。ちなみに、すごい貴族薬も結構勝ってきたんで、まあ、これで負けたら、もうちょっと技とか、ポイントアップとか、バフデバフとか、ちょっと調整しないといけないかなというふうに思ってんで、グリーンはかっこいいよね、このポーズ。ナッシーね。で、前回が、砲がもう、炎の技が全部尽きちゃってたんで、まあ、そこもきつかったなぁと思うんで、まあ、一回日本バレで、炎属性のバフをかけて、で、なんですけど、これトリックルーム。トリックルームされると、相手が先手取られるんですけど、で、これが継続されちゃうんで、あれ先手じゃないじゃん。トリックルームされるとなんか先手取られるイメージだったんですけど。まあ、これ多分一発だと思うんですよね。さすがにね。弱点属性プラス、バフかけて、まあ、多分バフ入れなくても一発だったかもしれないです。ちょっと学習装置ピカチュウから外したらよかったな。サイドンね。そのままでいいのかな？どうだったかな？なんか前回もサイドンは陣痛力とかでなんかやって、これはさっきの、クリーンルームみたいな。あー、急所？わ、そうなんだ。そうね、相手先手なんでね。格闘タイプ連れてきとけよかったっすけど、こういう時のカビゴンでしょ。困ったらカビゴン。基本的に困ったらカビゴン状態。一回生き返らせといて、こう生き返らせ。多分ここはそんな、もう耐久性、いや、それをこんな食らうのが、強いな。ここで粘ったところですよね。チャンスがあれば、頬に回復させて、で、相手が岩属性ですよね、サイドンは。ちゃんと図鑑引いていかないと。弱点属性でもないのに、こんだけ食らうんで、前回どうやって勝ったかな。まあ、ドッスーでゴリ押しかな。このね、軸の歪みはめんどくさいんですよ。このまま自利品なんで、そうっすね。相手の岩タイプに対して、サイドン岩ですよね。サイドンは岩だったはずなんで、水草格闘地面。ああ、それだったらやっぱドッスーだな。相手の攻撃岩なんで、攻撃が岩だと、格闘か地面か。水は、まあ、そんな食らわないですね。まあ、得意の、舞いまくりますか。もうドッスーで、待っときゃいいと思ってますね。これそんな、100ぐらい。あれ？弱点。おー。やべえな。あれ、サイドンって、こんな強かった。なんか前回やった時、あ、でもそうか。リッキーがいたか、あ、当たんないんだ。オッケーオッケーオッケー、来た。先手取り取るわ。先手取れて攻撃力高いから一発だと楽。
しゃ。やっぱ竜の前してスピードが上がってるから良かったですよね。しかもレベルも51になったし。リッキーか、リッキーだと、ちゃんとね、調べて、せっかく買ったから使わないと。カイリキーは、そうですね、どれに対しても強いんですよね、格闘タイプは。まあ、強いて言うと虫。虫岩か。虫岩悪。まあ、でも普通に、まあ、どのタイプにも、苦手はないけど得意もないみたいな。しかも先手取れるんで、やっぱ先手番を握るってめちゃめちゃでかいですから。しかも竜の前入っとるから、雷パンチ耐えてよ、耐えてもらう前提だかれどね。急所、ふぅだったら、あ、カビゴン耐えれないよな。フリーザーかな。カビゴン出して、ロス一回出せて、フリーザー、フリーザー出して、先手取れるんだったら、フリーザーでいいんですけど、先手取れるかってとこですよね。とりあえずドッス。これドッスと頬を回復させて、これ一発かな。結構相手岩来るんで、しかも相手のレベル高いんで、伝説のポケモンこんなね、使い方していいかって言われたら、微妙よね。さっきドッスがダメだったのは、結局、急所を受けたからですよね。で、回復させて、回復させて、で、押せ合いいんのかな。竜の前使わないで、滝登りでいいんじゃないかな。吹雪でもいいっすけど、吹雪いくか。耐えるはずですよ。これ急所じゃなければ耐えるはず。よしよしよし。全然余裕じゃん。これね、先手番、度数は取れますから。で、これ倒せる。ああ、よかった。超ラッキー。超ラッキー。これ回復しようかな。いや。ああ危な。危なというか。下手に吹雪じゃなくて滝登りしてはよかったな。さっき滝登りだったら勝ってたっすね。ちょっと泥仕合か、砲を出して、炎、大文字の炎ガッていって一発ってのも相当ありですよね。この雷パンチにしろ、ストーン攻撃にしても、どっちもきついんですよね。相手の攻撃がミスるのを待つみたいな。でもそれだと消極的なんでね。砲を出した瞬間、言わされて一発かもしれないんで。でもこれだといつか、急所受けて終わりなんで、ですよね。こうなるんですよ。だからこのタイミングで、砲を出して、回復させて、本当は回復させて、ほぼベストコンディションでやればよかったですけど、カビゴンとか出して、ほぼマックスにしてやられて、ほぼ万全の状態で攻撃みたいな。これは耐えると思うんで、40か50残るんじゃないかなと思ってるんですよ、急所じゃなければ。で、ここで大文字で先手番あるんで、これで倒せたらでかい。多分倒せると思うんですよね。OK。
手番ってのは大事ですから、将棋においても。度数か。こういう、このために電流入れたようなもんですけどね。手番次第っすよね。結局。結局、手番次第なんですよ。相手が先に来てたらきつい。で、度数が、竜の舞してガンガンなるともっとめんどくさい。いいね。急所か。あ、急所じゃなく一発で来たんだ。ラッキーラッキー。ラッキーというか狙って、そのために入れましたかね、電流を。ウィンディーか。ウィンディーってどんなんだったかな。せっかく買ったから、使わないってさ。ウィンディー。ウィンディーは炎か。ああ、思い出した。どんなんか思い出しました。虫か。虫、鋼、炎。炎もいいのか。氷もいいっすね。水は？水には弱いのか。ああ、氷だといいんすけど。まあ、炎がベストですけどね。炎出して、炎対炎して、で、一回回復させて、相手も威嚇すんだ。こっちも威嚇対威嚇ですからね。まあ、これがっぷり四つみたいな感じになりそうですよね。こっちの方がレベル高いし、手番はこっちからもらえると思うんですよ。フレアドライブ。炎対炎なんで、多分そんな削り合いとしては、オッケーオッケーオッケー。で、これ陣痛力で、キュッ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 して、ちょっと行くみたいな。ただこっちの方が有利だと思うんですよ。フレアドライブはそんな食らわないですから、炎は。で、こっち炎でありながらエスパー攻撃もいけるというね。こういうのが有効ですよね。で、一回回復されちゃうんで、お、急所だ。いけるかもしんない。ピジョッツ。ピジョッツがどんなんか思い出せないな。ピジョットはノーマルで引こうか。岩タイプ。電気か。ってことは、電流出し合いや。あ、電流大活躍ですよ。電流大活躍よ。ふふ、こうして油断させておいて倒す。なるほどな。60っすもんね、ただ。攻撃はガッツリ入るんでしょうけど、相手の攻撃をまず耐えれるか問題がありますからね。こう作戦かな？恩返し。もしかしたら鳳凰作戦かも。一発でやれる、あ、耐えたか。どうかな？先手取れないっすよね。ちょっと回復してもうちょっと様子を見るか。大事なの手番ですから。あー、このタイ、これだったら、カビゴン出して、あーけ、あ、危ない。お。チクちゃん出して、頬を回復させて、やられて、いや、それやったら正直電流がやられて、頬で勝負するのがいいかな。で、その後、度数勝負もありだと思うんですけど。でも、これは、相性はいいんでしょうけど、
レベルが足んないですから、もう、なんだったらもうここで真っ向勝負みたいな。しかも相手は麻痺だし。手番がね、先手なんで、これがでかいんですよ。あとはもう、真っ向勝負のパワー押しで。お盆の実かな？ああ、めっちゃ回復するんじゃん、お盆の実なのに。どれくらい？ 100 ぐらい残り。青、全然全然。ああ！アホ！バカな。やろう。それ相手飛んでるし、当たらないこともあるか。勝ちを確信した瞬間が、に、お前の負けは決定してるってことですね。ジョジョのジョセフ・ジョースターの言葉ですよ。最近プロレスラーの、ジョジョラーっていうプロレスラー、瀬戸レア選手っていうのがいるんですけど、その人が言ってました。あれ？あれで？コナン君が出てきました。いや、コナン君登場ですよ。あれですよ、ほんと。お！さっきの電流の。あれなん、あれこれ、ほんとコナン君。変わるのか、強制的に。どうしよう。まあ、いいんだけど。それはそれで別に、いいっちゃいいんすけど。確実に勝ちを取りに行きたいんで、またここまで来るの大変なんで。まあ、度数かな、間違いないのは。電流も相当ありなんですけど、レベルが足りんすから、最高じゃん。ちょっとだけでも回復していくという。ここはベストコンディションっすから、あとはこれで、カビゴンが、いけるとこまで行く。いやー、十分ですわ。ここまでやってくれたら。正直このままやられて方に任すでいいかな。電流一回出しても、フリーザー一回出しても多分意味ないんで。ちょっとギガインパクトでも。お、しかも先手。いいじゃないか。あれ？おお、こんな強いの？そうなん。超強いじゃん。そうだ。やったぜ。京都対関東のね。関西関東対決を制しまして。なんてこった。俺がこんなやつに負けちまうなんて。ちっしょうがねえな。これはグリーンバッチだ。これ全部揃ったってことですよね。で、大木戸博士のとこ行きゃいいんだ。グリーンかね。このバッチがあれば、秘伝技6クライムが使えるようになるんだ。それだけじゃねえ。こいつもお前やら。6クライムで、光の玉でしたっけ。で、チックちゃん進化。中身はトリック、あ、これね。芝生の間素早さの低いやつほど、あ、そういうことなんだ。低いほど先なんだね。なるほどね。向上心が高い。もう今、ロッククライム使えるんですかね。どうなんだろう。一番最初にしたい。お、来た来た来た、博士から。全部揃ったかね。いやー、何も言わんでよい。君が頑張ったのは誰もわしが知っておる。そんな君にプレゼントしようと思ってな、用意しておいたのじゃが、2つの使い忘れてたよ。わっはっは。心配いらん。今からでも十分君の役立つものじゃからな。ぜひ取りに来てくれたまえ。マサラタウンの、ちゃんとね、マサラタウンって言ってくれるのはありがたいね。どこだっけっていつもなるから、ね。マサラタウンに行って全開させますか。どこだったっけっていつもなりますかね。記憶力問題よね。桃鉄状態ですよね。まあ、回復させてからかな。
まず回復。あ、ないのか、回復か。まあ、いっか。あれ、ここじゃないのかい？あ、レッドくんね。レッドくんがライバルよね。ライバルとの決着はツイトンの回答。こっちか。なんか色合いが違うから。いやー、来た来た。君に渡したいプレゼントはこれなんじゃよ。これがロックライムなのかな？どうなんだろう。そいつ、あ、来た来た。ロックライム。ロックライムをポケモンに覚えさせておけば足場が刻まれた岩壁を登ることができる。きっと意外な発見があるであろう。そのバッジは、なんと、上都のチャンピオンになっただけでなく、君は関東のジムバッジも全て集めたと。おう、うむ、さすが。わしが見込んだだけのことがある。そうじゃ、ラブカ君が白金山に入れるように手配。白金山は野生ポケモンがたくさんいる大きな山。普通のトレーナーは危険だが入れないようにしてるのだが。なるほど。ポケモンリーグの受付ゲートへ行ってみなさい。そこから白金山へ行けるだろうと。なるほどね。ああ、いや、ありがとうございます。確かにね。もうそれがいつ認められるかですよね。ちょっと待ってね、光のロッククライムが必要なはずなんですよ。光逆引き道具、こういうのでロッククライムが必要だったってのはなんとなく覚えてるんですけど、アイテム逆引き特性リストじゃないな。確かっすね。ロッククライムがあれば、光。光の石か。ローズエリアをロスプレイトゲチック。自然公園で拾う。ロッククライムが必要。自然公園。自然公園。自然公園ってどこだ？そもそも。なんか、譲渡だった気がすんな。こっちの右が押せないんだけど。ちょっとじゃあ、自然公園ね。自然公園に、これロックライムですよね。自然公園。サファリゲート、タンゴ。どこだったかな、自然公園と。あ、ここか。あの赤のびっくりマークは何だったのかな？回復ってこの中でできるんでしたっけ？ちょっと回復させたいんだよな。自然公園。こっちは自然公園ですね。回復させたいんだよね。自然公園。あれ、自然公園は？広々とした美しい公園。隣にポケソンドームもある。自然公、あれ？ここのことか？あ、ここか。あ、こう、
プレイしないといけなかったな。ちなみにロッククライムって、ああでもロッククライムを覚えさせたいから、今出てる人たちで技を外すやつがいないんだよな。自然公園を探索ってのはありなんですけど、ちょっとやっぱ回復したいな。やっぱわざわざ、エンジュ行って回復させてピカチュウ入れてヤドンかな。とりあえずヤドンがいろいろ覚えてくれてるから、ヤドンに任しときゃ一生理論があるんですよ僕の中で。やっぱピカチュウは入れたいですよね。さっきの戦闘でピカチュウ入れときゃめっちゃレベル上がったかもしれないですね。もったいなかったっちゃもったいなかったな。でも総力戦に行かないと勝てなかったっすからね。フリーザー使わねえんじゃねえかとすら思ってますからね。で、ヤドンが使えたら一番いいんですよね。もう基本全部ヤドンに入れてるんで。全部宿に入れてるんですよ。で、ロッククライムを多分宿行けると思うんですよ。宿何でも行けるっしょと思った。ダメなんだ。電流か。何を忘れさせるよ。シグナル充電怪力。まあ草も欲しいっちゃ欲しいよな。で、まあ充電でバフも必要ですけど、そんな余裕ねえよなと思ってんすよ。結局バッて言ってやられるんで。じゃあ充電でいいや。一発、二発ももらう余裕ないですからね。貯めて食らって負けますから。全部宿に任しときゃいい説。僕が提唱した宿に全部覚えさせとけばいい説はもう崩壊しましたね。論文出そうかなと思ったんですけど。とりあえず宿に全部覚えさせときゃいい論文。ダメでしたね。なんか研究材料として確か40か50とか何百200とかだったかな。研究論文でこのデータが出ましたっていうのはちゃんとその検証回数が大事みたいで、1、2回とか10回ぐらいで出ましたじゃダメらしいんですよね。200とかだったかな。検証してこの結果が出ましたってまあ言うじゃないですか。ちゃんとした回数ってのは決まってるらしいですかね。で、その論文も基本的に今はそうだけど、今論、だ、裁判の結果も微妙ですよ。ん？ここは背が高いからいけないのか。あれ？ああ確かにガッチャガッチャね。あれ、ロッククライムが自然公園のロッククライムはどういうことだい。どこの、うわ、どこのドイツだい。ってことは関東の攻略本が必要なのか。
関東の方で遊ぶんだろうですね。いや関東じゃなくて城ですね。自然公園、自然公園、自然公園。あ、ビリリダマじゃ懐かしい。あった。どこにあるんだ？光の石。ロッククライムが必要って書いてんすけど、どこだ？どこだ？いやー、書いてんすけど、どこだ？あー、なるほど。もう電話も、誰が誰かわかんない。これ友達100人作ろうかな作戦ってことですか？おかん。マジですごい傷薬セットがいいんだけどな。こっちの右の上になんかいけるみたいな。あーはい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 、ここか。ちょっとだけわかりづらいっすね。ちょっとだけわかりづらいね。いやーこれはわかりづらいで、クレームイットなんて。面白い面白い会議でね。あ、これ面白い、面白い、面白い。攻略本ないとわからないよね。お、面白い、面白い。これでチックちゃんシーンかな。いやー、ついにここまで来ましたが。これね、コメント欄でいただいて、光の石大事ですよ、みたいな。おー、こうなるんだ。へー。トゲキッスね。当然図鑑で調べるでしょ。そのために買ったっすから。トゲキッス上巻か。取って微妙なんですよ。フェアリー飛行タイプ 1.5m38kg。 争い事や揉め事が起こる場所には姿を見せない。地下航路はほとんど見かけない。本当や。恵みを与える存在と言われており、大昔から縁起物。なるほどね。いや、もう日本にはいないね。間違いなく。こういう国を作りましょうって政治家が言うじゃないですか。今ちょうど選挙期間なんですよ。トゲキッスが住みやすい世の中を作りましょうって言われるとダメですね。実際選挙も争いですからね。選挙期間なんてトゲキッス絶対コンスは。それでいいのか、日本と。トゲキッスを、が住みやすい世の中を作るために争いをしないといけないという、ものすごい大矛盾ですけど。あれ、これって、こっち側にも必要なんですけど、さっきのところからこっちにぐるーって回っていけってことなのかな？トゲキッスが住みやすい世界を作ろうぜって、でも言ってることはグレタさんが言ったら、その環境問題に目を向けましょうっていうのは、そういうところに近いですよね。あれ？なんか、ここみたいな。あー、わかりづら。これはわかりづらいぞ。これはわかりづらいっす。いや、これ今のは知っとかないと無理ですよ。よし、じゃあ、一回これ終わりましょうか。トゲキッスにね、進化させれたし、チックちゃんから。しかも、穴をフォルムしたし、バチも全部集めれたしと、60時間買ってやっとここまで来ましたからね。まあでも攻略本買ってからだいぶスムーズに進み出してるような気がするんで、ポケモンね、終盤戦だと思うんで、頑張って最後までクリアしたいと思います。